2022年4月5日、日本の政権与党の中核である自由民主党は同党の安全保障調査会による会合を実施したことは知っているかな？その席で陸海空3自衛隊の幹部からは現在開発が進行中の、一蓋式地対艦誘導弾の改良型の早期の実用化を要望する意見が出されたな。日本もどんどん軍備を整えていかないとね。ウクライナとロシアのことで、少しでも国民が危機感を持ってくれると、動きやすくなるかな。危機感を持ちすぎて混乱を招くのも良くないが、あまりに他人事だと決めつけていても、いざという時に対応できないからな。そうだね。さて今回は、一蓋式地対艦誘導弾などについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。一蓋式地対艦誘導弾は名称が示す通り2012年より陸上自衛隊への配備が開始された地対艦ミサイルシステムであり、ミサイル本体の直径は 35cm、全長は約 5m、重量が約 700kg でおよそ 200km 弱の射程を持つんだ。この一蓋式地対艦誘導弾はミサイル本体の発射塔や予備弾、レーダー類や射撃式及び統制に必要なシステムを各々重装は車両に搭載する形式の兵器システムで、九州の熊本県軍駐屯地に本体を置く西部方面特化隊の第5地対艦ミサイル連隊に配備されているよ。第5地対艦ミサイル連隊は2019年に第301地対艦ミサイル中隊を鹿児島県の奄美大島の瀬戸内分屯地、2020年に第302地対艦ミサイル中隊を沖縄の宮古島の宮古島分屯地、2022年に第303地対艦ミサイル中隊を県軍駐屯地に配備したんだ。さらに2023年度内には沖縄県のうるま市の勝連分屯地に新たな地対艦ミサイル連隊が編成される予定となっており、これが実現すれば奄美大島の瀬戸内分屯地、宮古島の宮古島分屯地、熊本の県軍駐屯地の核ミサイル中隊を霊下に置くことになるよ。現行の一蓋式地対艦誘導弾は、前述したように射程距離がおよそ 200km 弱と決して長くはないため、南西諸島の防衛用には複数の島々に分散して配置する必要があり、これを克服することは喫緊の課題となっているってわけだな。こうした状況を受けて2020年12月には、時の内閣によってすでに2017年に着手されていた一蓋式地対艦誘導弾のさらなる能力向上型の開発が閣議において決定され、2025年度をめどに約400億円弱が投じられることとなったよ。この一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型は、第一段階の目標として射程距離をおよそ 900km ほどまで延伸することが掲げられており、その後にはさらにこれをおよそ 1500km ほどまで伸ばすものと報じられているね。また現状の一蓋式地対艦誘導弾は車両に搭載する形式の自衛隊でいうところの地発型なんだけど、これを航空機に搭載する空対地仕様とする空発型や、艦艇に搭載する艦対地仕様の艦発型へと発射母体を多様化する方向が示されているんだ。一蓋式地対艦誘導弾の製造は日本の防衛産業の筆頭である三菱重工業者が担当しており、この能力向上型においても同様に同社が引き続きこれを行うことが確実視されている状態にあり、国産対地攻撃ミサイルの要と言えそうだな。ちなみに新型の地対艦誘導弾の開発計画はこれら三菱重工業者とは別に、2018年頃より川崎重工業者でも行われていたというが、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型の早期の戦力化を図る目的から、こちらは中止が確定した模様だぜ。一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型は大幅な射程距離の延伸が求められていることから、現行の一蓋式地対艦誘導弾や海のミサイル本体のような筒状のいかにも、ミサイル前とした外観から見た目も大きく変化することが予想されるんだって。そこには大幅な射程距離の延伸を行う場合には、当然敵の防空ミサイルなどによる迎撃の可能性も高まることから、ミサイル自体に高度なステルス性能を持たせる必要性が生じるためであり、防衛省の提示するイメージ図からもそれが伺えるぜ。それはアメリカのロッキード・マーチン社製のロラズム対艦長射程巡航ミサイルに酷似しているようにも見え、ミサイルというよりもむしろ航空機に近いような大型の主翼を2枚備え、長距離飛翔時の安定性を図るものと想定されるな。ロッキード・マーチン社製のロラズム対艦長射程巡航ミサイルは2018年よりアメリカ軍での実戦配備が開始されているんだけど、最大射程距離は航空機から運用する場合が約 800km、水上戦闘艦艇から運用する場合が同約 560km と言われているよ。これは対地攻撃対艦攻撃の双方の用途に使用可能なミサイルであることから、日本の航空自衛隊でも保有する主力戦闘機である F-15J イーグルの兵装として導入を起としていたんだけど、
アメリカ軍では同期への統合を行わないことから費用面で頓挫した経緯があるんだ。ここでいられなかったロッキード・マーチン社製のロラズム対艦長射程巡航ミサイルの代替兵装の手段として、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型が急浮上してその座を得ることとなったわけだが、この経緯は防衛装備品の調達の難しさを改めて浮き彫りにしたとも言えるね。そこでは日本の自衛隊が必要と考える兵装が、その多数をアメリカからの調達に依存している現状とはいえ、必ずしも日本側の意味そう形で入手できるとは限らないことを再認識させたもので、兵器の国産化が外せない一因でもあるってわけ。さて一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型だけど、その外観がロッキード・マーチン社製のロラズム対艦長射程巡航ミサイル風になったとしても、航空機での空発型や艦艇での艦発型への対応は比較的問題は少ないと想定できるよ。しかし潜水艦への搭載となるとその形状からは 533mm の既存の魚雷発射艦からの運用は困難であり、現状海上自衛隊の潜水艦には装備されていない VLS 垂直発射艦が、しかもかなり大型で特殊なものが必要となると思われるぜ。それを考慮した場合、海上自衛隊は従来の大型までの攻撃型潜水艦の設計を大きく見直す必要も出てくる可能性が大きく、早期の実用化と配備という観点からは現実的とは言えないのではないかとも思えてくるよな。そのため二重に手間は必要となるかもしれないけど、潜水艦への搭載用の一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型は 533mm 魚雷発射艦から運用する専用の形状のものを別で開発して、時期的には少し遅れても多数の既存の潜水艦でも運用可能とする方がいいかもしれないね。これはかつてのトマホーク巡航ミサイルのような形式を想定したものなんだけど、現在海上自衛隊の潜水艦で同じく 533mm 魚雷発射艦での運用が可能なハープーンミサイルの代替兵装として、スムーズな導入が可能ではないかと思えるよ。さて潜水艦での運用には問題も抱えているとおぼしき一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型だけど、これまで戦後の日本の自衛隊が持ち合わせていなかった対地攻撃能力を有する兵器となるため、政治的にはその保有の是非について否定の声も当然一部にはあったんだ。日本は攻撃能力の保有について敏感だからね。そこで日本政府としては、敵の射程距離外から発射母体の安全を担保しつつ、反撃が可能なスタンドオフミサイルだと定義づけて導入を推進してきたんだけど、昨今のウクライナ情勢等はこれに関しては追い風とも捉えることができるよね。何しろあの日本共産党ですら、この状況を受けて自衛隊の反撃能力の保有を肯定する言説にシフトしていると思われ、かつては胴体の段階的解消すら要望していた事実に鑑みれば、覚醒の感があると言っても過言ではないだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、刺身についてだよ。刺身はやっぱり、油が乗ってるブリとかマグロとかサーモンとかアジとか。おいよ、せめてマグロとサーモンだけにしとけよ。だって刺身大好きなんだもん。まあまあ、二人とも落ち着いて。さて、本題に入るけど、刺身って生魚を切ったやつだけど、普通切り身というのが自然だと思わないかい？確かに、ブロック売りのやつなんかは切り身って書いてあるな。何の違いなの？それはね、昔の風習の名残らしいんだ。昔の人たちは、刺身を出すときに魚のヒレを身に刺して提供していたらしいんだ。そしたら、見た目だけではどの魚か判別するのが難しかったから、わかりやすいようにそうしていたんだ。そういうこともあり、魚の切り身を刺身というようになったんだよ。そういうことだったんだな。確かに、白身魚なんかは黙って出されたら何の魚かわかりにくいもんな。昔の人たちはいろいろな知恵を持っていてすごいね。ほんとだね。それじゃあ今日の動画は終わりだよ。また明日も見てくれよね。また明日ね。明日も見てくれぎょよ。また明日も見てくれよね。また明日ね。明日も見てくれぎょよ。また明日も見てくれよね。また明日ね。明日も見てくれぎょよ。また明日も見てくれよね。また明日ね。